縁起物を描いている奥寺雅美です。今回はこの作品アマビエをちょっとご紹介したいなと思っております。やっぱりこういうなんて言うんでしょう、時代を象徴したものを描くっていうのも現代画家にとって必要かなと思って、今更なんかアマビエっていう感じなんですけれども、まあ、アーカイブ、自分が今生きてるっていうアーカイブのためにちょっと描いたような作品になります。背景は水晶で、金泥で描いております。かなりミニマムな作品なのでそこら辺がどこでも飾れていいかなと思います。ありがとうございました。